それを草笛さんは一緒に体験したと思います。あのバージンロード、ね、ご一緒に歩かれて、で彩音さんのすごく素敵なウェディングドレスの姿もね、草笛さん間近で見てていかがでしたか？あのこの話をいただいた時、今度ばあちゃんロードってのやるのよって友達に言いましたら、あ、おばあちゃんが高速道路をバイクで走るの。それで私がっくりきましてね、あ、私そんなすごいおてんばに見えてんのかなと思いました。そしたらとっても足の悪いおばあちゃんでして、逆にこれが困りましたね。動くことを一生懸命今私はやって、ずっと十何年やってきたので動く方が楽なんですが、動かない演技っていう方がとってもつらかったです。もう本当によいしょどこしょっていう時は1センチ足を上げる、これがすごく大変なんだっていうことを実感しながら演じましたら、監督ががっくり疲れました。バージンロードのシーンもすごく素敵で、はい、でね、彩音さんとの2人のこの夫婦の関係っていうのもね、これからもみんなが想像したくなるようなすごくすごく温かいものだったんですけれども、はい、お二人で何か今回この映画にこう入るにあたってどうやって打ち合わせしてたりとか、なんか撮影中に話し合ったこととか覚えてますか？打ち合わせはしてないよね。何にもしなかった。何にもしなかったね。はい、何にもしなかったんですけど、まあ、あのセリフが終わってもなかなか監督がカットかけてくれなくてですね、あの、家の前で仲直りするシーンがあったと思うんですけど、あれ全然カットがかからなくてですね、あの、まあ、この、本編中だとあの画面から2人がうわーっていなくなって終わりなんですけど、実はあの後がまたこうわーって戻ってきて、ほんでなんかそうそう、あの飛びついたんだね。飛びついて夏美をあの部屋まで持っていくっていうところまであったんですけど、だからそういうなんかこう台本にない部分とか、あのすごく自然に楽しくできたので、本当に何も打ち合わせしてないのによくできましたね。ありがとうございました。いやいや、でも三浦さん、ほら彩音さんのウェディングドレス、彩音さんウェディングドレス姿って初めてですよね？そうです、もう結婚もしてないですし、映画で結婚するのも初めてだったので、あの夫婦役とかはあったんですけど、うん、その結婚するっていう、その結婚式をするっていうのはなかったので、なんか新鮮でしたね。横で見てどうでしたか、三浦さん？あ、そうか、初めてだったんですね。そうなんです、ラッキー。いや本当に何ですかね、いやすごい綺麗だったので、なんか、まあ、結婚するシーンなんですけど、なんかすごい綺麗だからちょっと一緒に写真撮ってよっつって写真撮ってもらいましたから。本当にね、ラッキーですね、すいません。なんかあの本当によくこういっぱい取材を今回こうたくさん受けて、で草笛さんとはこうプライベートでもすごく交流があって、で、絶対私たちにできないものがあるだろうっていうのを思ってたんですけど、その三浦君と初めてで、それで本当に打ち合わせとかも何もしてなかったんですけど、本当になんかいてほしいところにいてくれる人だったんですよ。でそれってすごく大和で、あの三浦貴大は知らないんですけど、私はヤマトとして の、 そうそう、ね、あの三浦さんしか知らないんで、うん、今でもなんか三浦くんとか呼ぶのなんか恥ずかしくて、ヤマトって呼んだ方がすごくこうなんか、あのヤマトで大丈夫、もうなんかヤマトとしか呼べないんですけど、本当になんかそのウェディングドレスでもそのバージンロードのシーンでも撮影中本当にいろいろあったんですけど、なんかふっとこう見上げてヤマトのところに行くシーンでも、こう休憩中とかに私がウェディングドレスを着ながらバージンロードの一番この手前で座ってたりとかすると、ふってヤマトを見るといなくて、したら隣にいてくれたりとか、なんかそういうなんて言うんだろうな、肉体的に助けられたとかじゃなくて精神的にすごく常にそばにいてくれたので、なん多分そういうところでもすごく甘えちゃってるのがスクリーンの中でも出ちゃったな、出ちゃった、
いいことだよね。いいことですね、うん、っていうのはすごくあります。すごく素敵なあの役者さんでした。ありがとうございます。私あの見た時に本当にこう一人でそこのシーン感動してたんですけど、はっと我に返って後で考えてみたら、ほらお二人がこの二人が本当に結婚したらご両家すごくないかって勝手に私は思っちゃってで大騒ぎですよ本当に。そう、終わった後に気づいて、それをで二人で、うちらが結婚したらさ、両家の顔合わせさめっちゃ豪華だよねって言ったよね。いやもう行きたくない欠席するわ俺やだよはいはい、はい、どうもありがとうございますいや本当にそうだと思いますではでは鶴見慎吾さんにお伺いしたいと思います。先ほども、ね、あのお父さん役でっていう話が出てきましたけれども、はい、今回すごくやっぱり温かいこの家族の構図っていうのが見えてましたけれども、はい、現場でご自身どんな気持ちでお父さん演じられてましたか。まああのお婿さんになるのが三浦君ですからね。ジョーのジョーですよそりゃ内心はすごく嬉しいんですけど、父親として素直に喜べないっていうところをですね、こう醸し出せたらいいかなと思ってやってたんですが、あの、まあ、私事なんですけども、私が結婚するときにあの私の奥さんにあの結婚申し込みに行った時の状況となんかちょっと似てんですね。あの家がうちの家内の実家にすごく似てて、なので私の義理の父親からちょっといろいろとヒントを得ているというところもあります。全く違うんですけども、性格とかはなんかその雰囲気みたいなものをちょっとこう、まあ、ヒントにしつつ演じました。いかがでしたか、あのチャペルのシーンは。チャペルのシーンね、あそこはね、何しろあの氷見、富山県の氷見でこの映画撮ったんですけども、地元の方のすごいあの大きな協力があってあの完成したんですけども、参列者の中は地元のやはり映画を協力してくれた地元の、皆さんが集まってきて、で撮影を重ねていくうちにどん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 やっぱり地元の人たちの交流も増えていって、であのシーン先ほど彩音さんもおっしゃった通り最後に撮ったもんですから、そういったなんていうかチームワークみたいなものが凝縮しているシーンなんですね。だからあえて無駄なあの演技をこうしようしようとしなくても、そういった雰囲気がこう湧き出てくる、そんなシーンになったんじゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。